ソユーズトマ -18M は国際宇宙ステーションに第45地長期滞在クルーを送り届けるために2015年9月2日にバイコヌール宇宙基地から打ち上げられた有人宇宙船で1967年の初打ち上げ以来127機目のソユーズ宇宙船であるセルゲイ・ボルコフ、アンドレアス・モーゲン船、アイデンはアイムベトフの3名が登場した。アイデンはアイムベトフは 初のカザフ人宇宙飛行士で、初の宇宙飛行であった。また、アンドレアス・モーゲンセンは、初のデンマーク人宇宙飛行士であった。アイムベトフト・モーゲンセンは、ソユーズ・トマ -16M に登場して2015年9月12日に、先に帰還し、ソユーズ・トマ -18M の帰還時には、ボルコフのほか1年間の長期滞在を終えたミハイル。 コルニエンことスコット・ケリーの3名が登場して2016年3月2日にカザフスタンに着陸した。当初、宇宙旅行者としてイギリスの歌手サラ・ブライトマンが登場することが予定されていた。しかし、彼女は2015年5月13日に家庭の事情で訓練を中断すると発表した。バックアップクルーとして日本人企業家の高松里氏が訓練を受ける。 予定だったが、彼も当時携わっていたプロジェクトの関係で訓練入りできなくなり、将来の飛行機会に挑戦することになった。ロシア人実業家のフィラレットガルチェフにも打診があったが、彼も訓練の時間が取れないとして断念した。結局、ロスコスモスは、アイデンはアイムベトフを登場させることに決定した。国際宇宙ステーションに1年間滞在した。 クルー2名を含む3名を乗せ、2016年3月2日4時26分、アトクに、無事帰還した。ソユーズトマ -18M の帰還カプセルは、デンマーク人初の宇宙飛行士である、アンドレアス・モーゲンセンが登場したことを記念して、ヘルシンゲルにある、デンマーク科学技術博物館に展示されている。ありがとうございます。